和田さん、ももちゃんがいよいよ譲渡会にデビューです。デビューです。どんなお気持ちですか？やっぱり早くもらってほしいですね。多分今週は無理だと思いますけど、まあ1ヶ月内外で決まると非常に嬉しいです。どんな人に決まってほしいですか？それは私みたいな人ですね。どんな人？ひげが濃くて。犬好きの人だったらどんな人でもいいですけど、で死ぬまで飼ってくれる人、それを約束していただける方、他にはありません。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は山でさまよっていたワンちゃんの新しい飼い主さん探しに密着。どんなワンちゃんなのかな？日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン、まだ開催1時間半前の犬猫里親探し会会場。こんにちは。お早いですね。よろしくお願いします。早くてびっくりしました。いや、これぐらいに来ないと準備が間に合わない。このワンちゃんが。そうですね。こんにちは。ももちゃんは新しい飼い主さんと出会うために今日から里親探し会に参加します。喉乾いたろ。ねえ、お水飲んだらいいよ。まず力仕事でしょ。ももちゃんを引き取り世話をしている和田さん。開催のお手伝いをしています。ありがたくは思ってくれてるようなんで。ないでしょ。本当だ。ちゃんとしてるね。でしょ。しつけがいい。しつけがいいというか、本当きちんとしてるね。しつけ入れたから？いや、全然引っ張りないんですよ、最初から。でもなんか体格的に四国県系のなんか。動物病院の先生もね、これ多分8分の1か16分の1か四国県入ってる。でしょ、うん、顔つきとかね、体格が。おとなしいですね。おとなしい。あ、実家。それかしつけ入れてるんだ、もともとね。何ですかね。まあ性格もあるから。わかります？なんかだって普通もし入ってなかったら散歩が怖いっていうのもあるし、引きが強いとか、この子みたいにちょっと例題悪いんですけど、ちょっと怯えてたり。うん、そう、こういう反応がちょっとね、こっちは大丈夫なんですけど、出てしまったら大丈夫なんですけど、でもこ うまく散歩できてないですよね。怖い、こう新しいところ、怖い尻尾がね、だからあの子なんかちゃんとしつけが入ってるんじゃないかな。飼い主は絶対いたと思いますよ。しつけもされている様子のももちゃん、
新しい飼い主さんは現れるんでしょうか。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。新しい飼い主さんにいい印象を持ってもらえますように。朝と晩1時間半ずつ散歩をします。ももちゃんはどこで迷子になっていたんでしょうか。動物愛護センターのホームページを見てて、このモモが保護されたということで掲示されてたのを見て、ちょっと考えたんですけども、何かそのピンとくるものがあって、悩んでるところに愛媛犬猫の会のある会員の方と同じ話になりまして、これはもう引き出すしかないなということで、引き出して私が世話をするような形になりました。ももちゃんはどういう状態でどこで見つかったんですか。四国カルストのメズル荘周辺をうろついていたようで、そのゴールデンウィークあたりからなんですけれども、これは東京から出張で四国カルストに来た方がある掲示板に迷い犬がいるということで投稿されて、言うたらそれがきっかけみたいなもんですね。それで保護されて、そうですね、ということ、はい。そのまま愛護センターにおったら、もしかしたらもう今頃はもうすぐ殺処分、1週間後には、9月3日に久間高原町からその動物愛護センターに移送されたようなんで、だからそれから1週間後ですね。なるほど、殺処分ということになると、ギリギリのタイミングで引き出したということですね。引き出してももちゃんに実際会ってみて、その瞬間どうでしたか。やっぱりその人慣れしてるっていうのがもうすぐ分かりましたね。それで威嚇されることもなく、吠えられることもなく、ちょっと初対面だったんでちょっと引くところはありましたけれども、連れて帰りまして、もう翌日には家の中で放し飼いです。お家の中で、はい。お家の中での様子はどうでしたか。いや、もう1年も2年もうちの家にいるような感じですね。存在感が。そうです。もう先住犬を差し置いて、人が通る通路にでんと寝転がってます。家族にみんなに邪魔だ邪魔だって言われてますけどね。そうでしたか。なんか不思議とその人が通るところに寝っ転がるんですよね。すごくいい犬だと思いますね。責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。
ネコワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ネコワン。おはようございます。和田さん、ももちゃん、あのトライアルが決まったそうで。そうですよ、この間。おめでとうございます。この間の日曜日、初参加で。初参加でビギナーズラックというか。そうですね、よかったね、ももちゃん、あら、ということは今からこれはラストラン。そうです。散歩。そうです、ね、ちょっとついてていいですか。どうぞ。うわ、お願いします。今どんなお気持ちですか。まあ、それより先に狙ったように来ましたね。ね、びっくりですよね。本当、ちょっとどんな方なのか今日ちょっと密着させてください。はい、わかりました。連絡取ってみます。お願いします。はい、ももちゃん、よかったね。いつも散歩してるコース、これ最後になるんですか。そうです。何回かその愛媛犬の子の会の譲渡会に来られてたようなんですけどね、あのピンとくる犬いなかったと。ご縁がなかった。そうですね、ももちゃんね、もう大人のワンちゃんなのに。まあ、そうですね、1歳、もう政権でその初参加で決まるなんていうのは、まず私も何回か、何年かあそこで、お手伝いしてますけど、初めてですね。そうですか。どういう気持ちですか今。なんかすごくその人慣れした犬で、優しい犬なんですね、ももちゃん。それで、あのこれ以上飼ってると、あの愛着が湧いて手放せなくなるような感じなんで、もう今がもう一番いい時期にトライアル決まっていいなと思ってます。まさか初参加ですぐね。いや、散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。ももちゃん、ももちゃん、和田さんに一言どうぞ。ありがとう。ねえ、よかったね。よいしょ、よいしょ、よしよしよし、はいはい、行って、はい、閉めますよ、閉めますよ。お父さん一緒になる。はい、後ろに乗らんと。臭い色のバッグ。じゃあ行け。臭い色のバッグ。私、噂がっとる。初めてやからな。
よ。なかなか入ろうとしないももちゃん。これやったらいいね。家の中って大きいな。うん、なんか。そうか。やっぱり手が取るよね。お父さん行ってあげよ。ちょっと不安かもしれん。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。和田さん、はい、素敵なお家で。そうですね、こんな家とは思いもよらなかったです。どんな家だと思ってたんですか？いや、あのもっといい家かなとか。突っ込んでいいですね。突っ込んで。あのじゃあ、まあそれは冗談としてご紹介いただいていいですか？こちらが先月の29日にトライアルをしたいということで声をかけていただいた笠松さんです。笠松さん、はい、笠松さん、はい、笠松です。どうもはじめまして。はい、はじめまして、よろしくお願いします。あの笠松さん、どういうきっかけで今回はももちゃんをトライアルしようと思われたんですか？あの僕が犬が欲しくて和犬を探してたんですよ、はい、で雑種とか純血種とかはこだわりがなかったので、うん、いろんなとこで調べてる間にホームページでももちゃん見てで会いに行きました。はい、はい、行ってみて実際どうでしたか？いや、もうすぐやったですね。え、写真で僕と家内と息子はもう OK やったんですよ、はい、かわいいねと。写真見た時点で、はいはい、でもう行って見たのはもう立ち振る舞いだけだったんで、もう即いいねいうことで。へ、早かったですよね、うん、5分ぐらい、5分か10分多分10分もかかってないと思います、ね、ほんですぐトライアルの手続きしてもらって、ほんで子供さんにも散歩してもらって、ほんでまあ子供さんにもどうも馴染んでもらってたよう、まあ今日はちょっとねまた1週間経ってるから何とも言えませんけど、まあすぐ慣れると思いますよ、はい、ももちゃんの決めて会ってみてうんと思った最終的な全部です。全部、はい、なんか恋人同士のあれみたいな感じになっちゃってますけど。あ、そうですか、はい、じゃあこれからももちゃんとの暮らしがもう家族の一員として。そうですね、まあ、犬飼う醍醐味ってやっぱ散歩やと思いますんで、朝晩の散歩を楽しんだりとか、あとキャンプ一緒に行ったりとか、山歩きしたりとか一緒に楽しみたいと思います、はい、もう以前もワンちゃんをお飼いになったことがあるということで。そうですね、はい、もう慣れてらっしゃるワンちゃんの飼うことには、慣れて、うん、ですね、抵抗はないです、ね、はい、なんか散歩する点とかいろいろこう申し伝えることはありますか？それは特にない。1時間半しろとか。ああ、それはね。で1時間半息子さんも一緒にしてもらって、ちょっとお腹を引っ込ませてもらった。ズバズバ言う人ですね、割優しそうだけど、ね、はい、和田さんが1時間半かける朝と晩散歩されてたということですが、はい、
そうですね、負けないようにそれぐらいはしてあげたいと思いますね。本当に、はい、なんかもうお顔からしてワンちゃん大好きっていう感じですね和田さん。そうです ね、 ね好きなんですか。大好きですね、はい、ワンちゃんのどういうところが好きなんですか。愛情かければ答えてくれますんでね。うーん、それがいいかなと思います。はい、あのモモちゃんはちょっと四国カルストで発見されたとい う、 こうストーリーがあるわけですが、はい、そういったところはどうですか。はい、なんでねあんなとこったんかなと思いますけど、うん、まあうち来て幸せになってほしいなと思いますね。はい、じゃあ息子さん孝太郎くん新しい妹さんができました。どんな気持ちですか今。武藤くん友達どうですか、ワンちゃん見て。ちょっと恥ずかしいですね。何答えられない答えられないこれ答えられないほど、はい、あ答えられないほど可愛い。いいですね。子供さんどんな様子で今日待ってたんですか。もうまだかなまだかなで今日よって言ったらさほんなやったーっていう喜びだったんですけど、恥ずかしいみたいですね。分かりました。今はももちゃんっていう名前ですけれども、はい、名前とかどうされますか。いや実はですね、変えていいんやったら、うん、もう決まっとんですよ。じゃここでいいですか。そんなのはもう新しくなる飼い主になる方がまた決めればいいことですから。じゃあ孝太郎くんから発表してください。ももちゃんの新しい名前は歌です。歌っていうのは子供が柔道しよる関係で、そうですね、阿部詩選手から。あ、柔道選手に。はい、そうなんですね。漢字でいくんですか。そうですね、漢字でどう書くんですか。ごんべんに寺かな、はい、ああ、はい、いい名前じゃないですか。和田さん、そうですよ、はい、泣いてます。いや寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。じゃあ歌ちゃんに何か声をかけてあげてください。そこでずっと見てますけど。おい上がっておいで上がっておいで。あの顔を見ながら、うん、まあ一生懸命頑張って家族の一員に迎えてもらってね。ワンはじゃあトライアルスタートですけれども、はい、じゃあ一言、うたちゃんに。うたちゃんに。はい。うたちゃん、これからよろしくね。うたちゃんはこれからこのお家の中でもいられるってことですか。それと、そちら犬小屋になるんですか。できれば一緒にしたいんですよ。猫ちゃんと。はい。はい。仲良くさせたいんですけど。ええ。で、もうそうです。肉はもう好きなところに。一緒にも寝たいなと思うし。今まではどうしてたの。今はもう好き放題です好き放題もう話、家の中で話し合いですね、はい、悪い癖とかないですか。それはないですね、今のところ。我が物がので、あ、それは人が通るところに必ず寝るだからこういうところ、そこの台、キッチンの入り口のところとか、扉のあるところとか、なんでか知らないけど、食うと猫と
折り合いがつけばもう自由にさせてやりたいなと思うんですけど。トライアルっての1週間ぐらいですか。いや、制限ですから、はい、1ヶ月ぐらい。1ヶ月でも2ヶ月でもかまんので、その猫との相性を見ていける思ったら返事くださいみたいなこと言われたので、やったら1ヶ月2ヶ月買ったらもう情が移って話せないですよ。和田さんもこれ以上一緒におったらもう話せなくなるですよね、ということで、はい、猫ちゃんとはどうやって合わせますか。とりあえず 2,3 日は玄関で追ってもらって、徐々に馬力の中入れた状態で猫にちょっと合わせてみようかなと思うんですけど、まあそれから猫がそこにおるから、あの1日に1回か2回ぐらいでもこの辺ちょっと連れて行ってみて、あ、様子見せて、うん、はい、ガラスがあるから、はい、ね、外で合わすようなことにはならないから、はい、そういうのでやっていったら少しずつ慣れるんじゃないかなと思いますけどね。まだ半年ぐらいなんで大丈夫だと思うんですけどね。6ヶ月ぐらい。そうなんですよ。走ってみたら。あ、このバッグ持ってきませんか。お別れよ。寂しい。涙出そうや。それではまた、はい、ありがとうございました。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。